ホームランを打ってもうゆっくりダイヤモンドを一周する、その感覚を子供たちに味わってほしい。そのために野球場を作りたい。斉藤佑樹、野球場を作ります。今日はですね、この東京港区かな、外苑前にある、僕が出資をした野球ジムがあるんですけど、野球専用のジムがあるんですけど、どこにあるかと言いますとですね、もうそこにあるんですよ。外苑前野球ジムってもう書いてあるんですけど、こんな一等地のど真ん中に野球ジムがあるってどういうことだってなるじゃないですか。ただのジムじゃなくて、まあちょっと行きましょうか、ね、もうすぐそこなんで、なるほど、行きましょう。お願いします、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ここの代表の伊藤さんです。伊藤と申します。よろしくお願いします。伊藤さんは年が僕一緒なんですよ。同じ88年世代の35歳、はい、で、まあ、見ての通りこんな感じですまあ僕がちょっとざっくり紹介すると、東京都内に野球キャッチボールできる場所が少ないよねっていう、で子供たちにやっぱりこう野球ができる場所、こういうキャッチボールできる場所を作りたいよねって、それこそ僕が現役時代の時からずっと話してて、やりたいよねやりたいよね、でもなかなかっていう中で、まあ、彼はこのジムを作ったわけですよ。この先に夢を叶えた方のお話をちょっと皆さんにちょっとご紹介したいなというところで、はい、僕らは本当に多分斉藤さん現役の頃からこういうお話をさせていただいていて、で実は僕結構悩んでたんですよ、こういうことやろうかっていうの。でもやっぱり斉藤さんが絶対必要だし絶対いいし僕も応援するんでって言ってくれたんで、僕もこのジムを、まあ、本当に結構大変だったんですけど開くことができたので、僕自身も今回の斉藤さんの野球のプロジェクトは、野球場を作るプロジェクトは本当にめちゃめちゃ応援してますし、いや、ありがとうございます、はい、まあ、ゆくゆくは伊藤さんにも野球場プロジェクトに協力してもらったと思うんですまあ、ゆくゆくは伊藤さんにも野球場プロジェクトに協力してもらってますけど、勝手にそうつもりで言うのは何が一番かっていうと 18.44 ピッチング練習ができるレーンを2カ所作って、冷暖房完備で冬の寒い日でも夏の暑い日でも同じ気温で投げられるという、しかもマウンドが土っていう、もう最高の環境の場所を伊藤さんが作ってくれました。でマウンドの土の色がちょっと濃いめですね。ああ、ちょっと行きますか。ちょっと僕が説明していいのかな、伊藤さん。僕が、すみません、いいですか。僕より詳しいからどうぞ。いや、そうなんですよ。これね、やっぱりプロ野球のマウンドに近づけたいですよねっていう話をしてて、これ実際どこの土と同じ土なんでしたっけ。某高校球児の聖地の名前言うとちょっと怒られちゃうんで、はい、と、はい、一緒の土を上に試させていただいていて、硬さとか傾斜は本当にプロ仕様で、だいたい硬さは本当にすぐ近くのプロ球場と同じような硬さにしていただいてますね。オフシーズンとかにもうちのジムはプロの方にお越しいただくんですけど、投げ心地はとてもいいって言っていただきますし、それこそアマチュアの選手はうちで投げるときが一番球速が出るというふうには、はい、それはもうめちゃめちゃ言われます。そうなんですね。これ以上いい球場って普通のいわゆる一般市民球場じゃないので、確かに、まあ、そのぐらいそのこだわってマウンド作られたっていうところですね。ここ実はね、ここに、まあ、いわゆるそのトラッキングシステムを置いてスピードを測れる機械があると、回転数なんかも一球一球測って見られるっていう、それ僕が、現役時代後半 2,3 年でやっと それができたんですけど、まあ、ここにはもうすでに入ってるっていう、なんか今のボールちょっと良くないなって思ってもパッと見て、あ、こういう原因なんだっていうのはすぐ分かるんですよ。だから当然それはすなわちその怪我の予防にもなるし、自分がもっとパフォーマンスを上げるためにもすごく役に立つっていうものを入れてます。
これ伊藤さん、これちょっとご紹介します。そうですね、これはいわゆるその、まあ、ちょっと実はこのぐるっと8台ぐらいついてるんですけど、あのモーションキャプチャーのカメラがついていまして、プロとかメジャーリーグとかの球団も使ってるんですけど、いわゆる、はい、体の動きを、まあ、解析してフィードバックするっていう、野球するだけじゃなくて、いわゆるその科学的なトレーニングだったりとか、うん、あとはまあ自分で考えて練習をできる環境ってものも作りたいなと思ってたの で、まさにこういった設備を、はい、たくさん入れさせていただいてるのも、都内駅近以外だと特徴かなと思いますね。まあ、あとは僕個人的にはこのちょっと茶色いネットが好きでちょっとおしゃれでしょ、この 柱とかが普通こう緑だったりするじゃないですか。そうだ、緑だと実はちょっと抜け感減ったりするんですよね。そうなんですか、なんで視覚的にね。そうなんでそれはちょっとだけ、まあ、天井がうちはそこまで高くないので、はい、実はちょっとだけ黒を入れさせていただくと、そうなんだ、おっしゃる通りでかっこいいって言っていただけるパターン多かったりとかするので、本当に伊藤さんのこのジムのことも僕すごく参考にさせていただきたくて、はい、まさにこのモーションキャプチャーとかは、はい、まあ、いつかねそのお金の問題もあるんですけどいつか球場に入れたいっていう。あ、そうですよね。このモーションキャプチャーとかはいつか球場に入れたいっていうここで測るのは当然大事なんですけど、試合でのパフォーマンスってまた変わるじゃないですか、はい、変わると思います。それで入れられたらすごくいいなと思って、子供たちの球場でそれは多分ないはずなので、子供の時からそういう環境にいられたら、あ、怪我の予防できるじゃんとか、僕も小さい時肘とか肩を、まあ、若干なりともその痛めたことがあったので、その予防ができたらちょっと良くないかなっていうふうに思ってます。伊藤さん、そもそもねそんなことまでよく考えられて、そもそもの経歴ってどんな経歴なんでしたっけ。そうですね、僕は普通に大学出てからいわゆる IT 企業に本当に10年ぐらい勤めてた人間なので、逆に言うと野球界のバックグラウンドはほぼ、まあ、中学校まで野球やらせていただいたんですけど、それ以降は野球をやっていなくて、ただまあ本当に科学的にスポーツを見るのが大好きっていうので、前の会社を辞めていきなりこれをやろうって感じで、はあ、すごいですね。だから逆に言うと大人になって初めて会ったプロ野球選手斎藤佑樹ぐらい、それぐらいなんだ、その別に野球界つながり全くなくて、あ、野球をあまり、まあ、やってこなかったんですか。はい、そうですね。それでいてこのすごいド派手な施設を作るっていうその信念はどこから生まれるんですかいやでもやっぱりその、まあ、斎藤さんもそれこそ、まあ、晩年怪我されてってあったと思いますけど、うん、もっともっと多分野球を科学的にやって、うん、まあ、怪我を減らしたりだったりとか、まあ、もっともっと上手くなる機会をたくさん提供できるのって、まあ、できるチャンスってあるんじゃないかなと思ってたので、うんうん、だから伊藤さんも僕もそうなんですけど、なんかこうここで囲いたくないんですよ僕らは。とにかく野球界に開けてほしいですよ ね、 そ、 うですね。その上で野球、まあ、特に子どもたちが野球って楽しいな、もっと野球やりたいな、で僕もそうでしたけど、怪我をした人間が1年でも長くできる環境、もっと言えば怪我をしないそのプロセスをちゃんとこう踏ませてあげたいっていう、そのための施設ってだから本当すごいっすわ。いやいやいや全然です。ここが、まあ、今その、まあ、流行りっていうのかな、プライオボールって言いますけど、その重さの違ったボールをこうやってこう投げて、これどういう意味があるんでしょうか。まあ、これで、まあ、いろんな重さのボールを、こうやって、投げたりすることによって、まあ、その指だったりとかいろんなところに刺激を入れたりだったりと、これを使うことによって球速が上がる方とかもいらっしゃるので、まあ、いわゆるこの体 の、 この胸郭だったりとか肩周りの動きを出すのに結構使われてたりとかは、はい、しますね。こうやってね、これをよくそのピッチャー投げる前とかにやりますよね。いっぱいキャッチボールして、あ、温めてやるじゃなくて、もうこれをバンバンバンってちょっとやったらもうすぐボール投げられるようになるんですよ。球数を少なくこう仕上げられてすぐ投げられるって、多分体にとっても負担が少ないはずですし、けど僕、最後の年からその前の年かな、肘の靭帯を、まあ、切ってしまったんですね。その時なんか肘痛いなと思って、でも肘痛いのはこれ温まってないからだなと思って試合行くブルペンで、普通だったら大体、まあ、2、30球中継ぎだったら2、30球投げて行くんですよ。僕その時に7、80球投げて行ったんですよ。なんか温まんないな、まだまだと思って行ったんですけど、まあそれは来られたからなんですけどね。でもそういうのが減ってくるとやっぱりこう怪我の予防にもつながってくるっていう。だからこれは僕も野球場ができたな、ちょっと、ね、取り入れたいポイントですね。プライオボールって言いますけど、野球場ができたな、取り入れたいポイントですね。どういう素材なんですか。特注です。これ特注なんですか。これ値段は言わないですけど、うん、これめちゃ高いです。この壁のこの枚数だけで普通に余裕で3桁万以上かかる。マジですか。これはやっぱりその跳ね返りとかもすごく考えてて、当たって落ちちゃうと
トレーニングが良くないので跳ね返りも考えたりとかしていて、うん、まあ、マウンドもそうですけど、まあ、いいもの作るとみんなちゃんと使ってくれるっていうのはあると思うので、そうですね、確かに。なんでその自分たちのお金だけじゃないですけどちゃんと思いも入った方が絶対その使う側も受け取ってくれると思うので、うん、なんでそういう意味ではちゃんとすごいこだわりを持って、うん、作ってるかなと思いますね、うん、確かに確かに、おっしゃる通りいいですね。続きましてはこちらです。まあ本当ただのウェイトトレーニングマシンなんですけど、だいたいどこのプレー球チームも高校チーム、高校生もそう、まあ、大学生もそうなんですけど、投げる場所とトレーニング場所って全然別の場所にあるんですよ。そうすると、まあ、体が冷めちゃってとか、なんかこの一連の動きができないんですよね。ここだと筋トレをした後にちょっとパンプした状態で、その筋肉を覚え込ませるためにここで投げられるっていう、筋肉をピッチングのこのフォームにすぐ応用できるっていう、これがここに1台あるだけでできちゃうっていう、そういう理由でここに。そうですね、筋力トレーニングも普通の投げる打つのトレーニングとまあ繋がってるというか、当然そのためにやるものだと思ってるので、うん、そういった意味ではちゃんとこういうトレーニング機器は本当に小さくて1個だけなんですけど、まあ、絶対入れたいなと思っていましたし、僕もプロ野球選手時代に吉井さん、今ロッテの監督やられてる吉井コーチに言われたのは、もうスクワットはもう基本だからと。スクワットはもうトレーニングとかっていうのはもう基本のもう動作だと。だからスクワットはまあ常に年間通してやっていきましょうよみたいな話はまあしてもらっていて、重りはつけなくても小学生の時でもなんとなくこのフォームを意識しながら、そうするとこう股関節の柔軟性みたいなのもこう養えたりとかするので、そうだから僕もこの野球場作ったらこれ1個だけでも、例えばそのコンテナでいいと思います、ジムとかあるじゃないですか、あります、あります、あの中にそう入れときたいなとか思ってたんですよ。いや絶対喜ばれると思いますよ、ニーズはすごく高いなと思うので。そう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 、だからスミスマシンとかは本当に僕ちょっと考えてて、絶対 いろいろできるし、野球場作ったらこれ1個だけでもコンテナでいいと思います、ジムとかあるじゃないですか、あります、あの中にそう入れときたいなとか思ってたんですよ。2レーンあってね、ここでちょっとまあダッシュしたりとか、ちょっとなんかエクササイズしたりとか。そうですね、はい、もういろんなプロ野球選手来てたりとか、はい、ずっと斉藤さんのユニフォームくれって言いなかったんですけど、全然ずっといなかったんで、今日この機会に行こうなって、そうでした飾りたかったんですけどくれって言えなくて今みんな元気ですよ ね、 そうですね、一番右は小杉さんコーチなんですけど、はい、一応全員ユニフォーム着られていて、それこそ、ね、日ハム関さんとか、ね、一応まあ奥に皆さん来ていただいてて、ね、はい、練習させてもらってるので。そうか、バリバリのクローザーとかバリバリの先発ピッチャーとかね、はい、自分で投げてるピッチャー。そうですね、うちはいわゆるいつでも来ていただいていいジムになってるので、24時間、いつでも来ていただいていいジムになってて、でこういったプロ野球選手も本当にフラッと来るんですよね。まあ斉藤さんもフラッと来るんですけど来るので、小中学生とかからすると練習してたらいきなり斉藤勇樹投げてるとか、それこそ、ね、大貫投げてるとか田中正義投げてるとかっていうのはやっぱなかなかない場所じゃないですか。うちにいる小学生とかが某プロ野球選手を見つけてなんか走ってって、でノート持ってたんでサインしてるかと思ったら、うん、どうやって頭速くなりますかと聞いてて、めちゃくちゃいいじゃないですか。すごいですよね、めちゃくちゃいい。僕はだから、いやガッツあんなと思いながら、そうでもや、多分子供は覚えてるのでこれを、うん、で何年後かにあそこで斉藤さんにサインしてもらってプロになりましたからって、うん、めっちゃいいじゃないですかすごいすごい、ね、確かに僕もだからもし小中学生の時とかにプロ野球選手の人がいたら、はい、聞きたいこといっぱいありましたもんね。そうですよね、そう、だから聞くだけじゃなくって目の前で投げてるのを見れるだけでも全然違うの で、うん、ですね、プロってどういうものかっていうのを見れる場っていうのは多分そのさっき言った野球の未来につながるって話でももっともっと増やしていけたらいいなと思いますし、いい話ですね本当。いやいや、いい話というか本当斉藤さんとかこういう、ね、プロの経験者しか与えれない夢ってあるので、うん、なんかそういうのをちゃんと交わる場所は絶対いいなと思いますし、なんかそういうのを作っていくのがシンプルに野球の未来につながるんじゃないかなと。うん、